お昼になりました。高田真です。どうもご無沙汰しておりました。はい、今日は今週一発目の日替わり弁当です。はい、いつものとこで買いました。今日も豪華絢爛、盛りだくさんですね。はい、あ、また嬉しい、たこ焼きが入ってるたこ焼きも入っております、ここへね。はい、あとはまあカツとかね、これ酢豚でしょうか、酢豚ゾーンもありますね。はい、あの、いただきます。はい、うまい。うん、やっぱ日替わり弁当だね。何品目入ったかね。おかずだけで9品入っておりました。今数えました。嬉しいね。うん、あ、辛っ。これあっさり系かと思ったら、これキムチだった。うん、嬉しいね。タケノコが食べれるんですよ、昼から。あ、うまい。ちょっと酢豚のあんをつけてね。うん、ほうれん草。うまいね。さあ、まあ全部おいしいけど、残したいものを残してみました。はい、自然とね。うん、あくびんな、いつもの安心のメンバー。うん、だ、うわ、上唇噛んだ、くそ。安心安定のウインナーね。うん、くっさ。うん、これたこ焼きまで入ってる。2回目かな。うん、うん、生地がめっちゃうまいよね、生地が。うん、カツの出汁が効いとんかな、甘くない。生地がすごくね、出汁っぽい風味の味がね、するんですよ。うん、あ、落ちた。ハムね。うん、美味しい、塩気があってうまい。うん、さすがにあれですね、あの、これ550円なんですけど、もう50円、30円かな、もう30円出してもいいんで、ご飯の量がもうちょっと多ければね、
もう5000点なんですけどね。うん、いやいや、でもこのおかずの種類でね、美味しさで550円はやっぱりね、皆さん安い安いって言いますもんね。うん、あ、コロッケだった。うん、ヒレカツかなんかかと思ったらコロッケだった。あ、でもうまい、うまい、うん、うまい、甘い、甘くて美味しい。うん、料理上手だね、ほんと。うん、血は出てない、うん、はい。あとね、これ昨日あのジーコチャンネルの方の視聴者さんのね、浩平さんにばったりお会いしまして、麦茶いただきました。はい、いただきます。浩平さん見てくれとんかな最近しかもこっちのサブチャンネルの方まで見てくれとんかな。おいしい麦茶が。うん、はい、ということで本日は、今週一発目の日替わり弁当をいただきました。とってもおいしかった、やっぱりおいしかったです。はい、ごちそうさまでした。最高。